どうもどうも皆様コンシャルです。どうもハニーストラップの島村シャルロットです。ということで本日も話していきたいと思うんですが、今日はね最近自分の車のバッテリーを上げてしまって、まだね1週間経ったのかな、なんか1週間ぐらいはなんか毎日30分ぐらいは運転をしてくださいってなんか修理屋さんというか来ていただいた方にアドバイスをいただきまして、で今日もね運転しなきゃと思って運転をしてて、でちょっと遠くのなんかスーパーみたいななんかショッピングモールっていうのかな、なんかいろんなお店が入ってるところに行ったりして、でその帰りに久々にねローソンに行ったので、基本コンビニの中ではシャルはセブンが好きで、特にセブンのこの時期ね寒いからホットにしたいんだけど、あえてアイスのカフェラテがめちゃめちゃ美味しくて、でまあ飲んだことない方はぜひ飲んでほしいんだけど、セブンのアイスカフェラテは結構ミルク、なんかコーヒーの分量に対してミルク結構多くて、だから全然なんかワンチャンガムシロップなしても全然飲めるぐらいすごい美味しいんですけど、なんでいつもセブンに行ってるんですが、今回は近くにローソンが帰りの時にあったのでローソンに寄ったの。そしたらねめちゃめちゃ驚いたことが、驚くっていうかなんかびっくりした、驚いてんねことがあって、なんかまず1個目にローソンって唐揚げくん結構有名だと思うんだけど、でその中でもシャルはなんかレモン風味の唐揚げが好きだったの。だからワンちゃんレモンあったら買おうかなって思ってたら、まさかのなんか明太マヨがあって、でめちゃくちゃ明太子が好きなわけではないんだけど、明太マヨか、なんか美味しそうだな、ちょっと買ってみようかなみたいな感じで思ったので、パッて横見たらなんか滑らかクリーミーグラタン味っていうのがあって、グラタンみたいな結構グラタン好きで、特に寒い時期とかってグラタンが美味しく特に感じる時期でもあり、でなおかつグラタンってそのオーブンとかトースターを使って焼くから一人暮らしだとなかなか作らないものにはなるのね。だからうわグラタンかみたいな、めっちゃ美味しそうじゃんみたいな、で悩んだの、めちゃくちゃ悩んだの、レモン風味にするかグラタン風味にするか、うわどうしよっかなみたいな感じで悩んでたんだけど、最終的に滑らかクリーミーグラタンを買っちゃいましたで早速もう帰り際に食べちゃったで食べた感想なんだけど、普通に美味しかったなんか結構なんかレモン風味の唐揚げくんとかもそうなんだけど、なんかレモン風味はするんだけどそんなにめちゃくちゃ味が強いわけではないのけど、このグラタン味はなんだろう、結構なんか思ったより感触的に結構入ってるみたいな感触で、でなんかその1個食べるだけで結構なんて言うんだろう、そのうグラタンだみたいな、でまあグラタンってよりホワイトソースなんだけどめちゃめちゃそれが美味しくて、なんかシチューに唐揚げくん入れて食べたみたいな感じの感覚で、でもまあシチューにつけるよりかは分量が少ないからホワイトソースが、だからあの
ホワイトソースと唐揚げくんの割合がめちゃめちゃ良くて、普通にパパッバクバクっと食べれた。普通に食べちゃった。うん、めちゃめちゃ美味しかったです。はい。でその後ね、まあじゃあまず取らずに、唐揚げくんじゃあ後で買おうと思って、でそしたらそのとなんかそのおにぎりとかサラダを食べたいなと思って、でちょうど夜ご飯をついでに外出たしコンビニ寄ったし外で買うかと思って、でサラダとおにぎり、まあね、ご飯炊けばいいんですけどご飯炊けばいいんだけど、普通に、まあ、なんか一食だけだしみたいな、明日のさ炊きたての方が食べたいしと思って、じゃあ一食分だけ買おうと思って、そしたらなんかおでんとかは見たことあったんだけど、なんかおでんでなんかなんて例えればいいんだろうな、なんか飲み物パック、カフェオレのパックとかでの形とか大きさまんまでおでんが入ってるやつをみんな見たことあるかな。なんか結構おでん、なんかちっちゃいんだけどおでんとちっちゃいこんにゃくと大根、卵あるかな、卵も入ってるかな、があるやつを見たことがあったんだけど、なんかそれは見たことあるんだけど、それのシリーズが増えてて、でそれをシャルは知らなくて、でえみたいな、シリーズあったんだと思って、でその中のなんかシリーズっていうのがおでんと関西風牛すじ煮込みと博多風もつ鍋と山形風芋煮とか言って、なんか結構全国、まあ各地じゃない、各地とまでは言えないけど、全国のなんていうの、料理、郷土料理っていうのかな、が売ってあって、それがで電子レンジで、まあ、大体500ワットで1分半ぐらいチンしたら食べれる感じなんだけど、めちゃめちゃね、それが興味がそそられてて、でどうし、なんかおでん以外があったのよ、普通にね、おでん以外が、でわあどうしようかなみたいな、でいあったかいものが食べたいみたいな、うーんって思って、シャルが選んだのは芋煮、うん、芋煮でございました芋煮を選びましたね。そうでね、まだ食べてはないんだけど、この後食べてみようかなと思ってるんだけど、普通にこんにゃく長ネギ、牛肉、里芋、全4種類が入ってるそうなので、ちょこっと食べたい時とか、なんかね、分量とかも結構なんか夜食とかにもちょこっと食べたいっていうのにはこれいいなって、これ音音がビクビク鳴るんですが、すごいあって、ちょっと興味が絶賛出ております今そうなんですよ。なんでね、もしなんかちょっとこれ美味しくてなんか他のシリーズも食べてみようかなっていうことがあれば、またね買いたいと思ってますのでちょっとまた配信か、またこのねチャルの独り言で話す時があればね、また感想を言おうかなと思ってますはい、ですです。かなあと、なんかもう全部多分今回ローソンシリーズになっちゃうかな、そのローソンのネタをちょっと話しちゃうかもしれないんですけど、もう一個なんかサラダチキンとかいろいろシリーズがあると思うんですけど、その中にお魚タンパクスティックバジルっていうのがあって、でなんか
ちょっと興味本位で買っちゃったって感じになってます今回。はい、なんか天然スケソウダラ魚肉 100% 使用ってなってて、なんかこれのなんかカニカマバージョンみたいなのはなんかやったことがあったので、ね、食べたことがあったんですよ。けどなんかあんまりシャルの口には合わなかったというか、あんまりなんか好みではなかったタイプでしてでそのやつでちょっと食べて見ようかなっていう興味でこちらを購入してみました。はいということで、ちょっと興味が出たらこれも食べてみようかなという感じでやっております。はいこんな感じですね。これね、なんか美味しそう。なんか魚とかってあんまりシャルがあんまりお魚とかお肉とかがあんまり好き、あ、まあでも魚って言っても魚介とかはめっちゃ好きなので、なんて言うんだろう、お刺身とか、まあ海鮮丼とかはめちゃくちゃ好きなんですけど、焼き魚とか煮魚とかはあんまりシャル食べないので、なんか魚の栄養もすごいって聞くから魚も食べなきゃなっていう感じはすごくひしひしと感じてはいますみんなとかどうなんだろう、魚とお肉だったらやっぱお肉の方がよく食べるのかな。でもどうなんだろう、お肉の方が料理しやすさとか骨とか気にせず、まあ、食べれる、いけるっていうのがあれば、まあ、大体あれか、そんな感じになるのかなそんな感じで思ってるけどどうなんだろうな。まあでも魚も食べなきゃだよなマジのシャルの独り言みたいにつぶやいてしまったけど、なんかまあ食べますということで、皆さんも日頃のね食事なども一度見返すのもいいのかなと思います。みんな何日までのご飯言えるんだろう。ちょっとみんなこれを聞いて終わったらぜひとも何日前までのご飯をすべて言えるか、ぜひコメント欄にいただければと思います。シャル何日までだろう。ちょっと今瞬時に出てこないのをやばいと感じてしまっているが、きっと2日前までは覚えれると思い出せると思うんだけどな。なんかなんだっけ、テレビかネットではなんか3日前までは言えなきゃダメみたいな感じのねことを聞いた気がするので、皆さんは3日前までのご飯思い出せますか？大丈夫ですか？シャルは自信がないということで、もうそろそろねお時間になりますので終わりたいと思います。みんなどうなんだろう、ちょっと気になりますね。はい、ということで今回聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。